番は僕たちはコード V です。はい、皆さん、コード V の新しい新曲、この街で恋をして、聞いてくれましたか？やばいですよね。いやー、もう反応が半端ないっすですよ。ここで皆さんにお知らせがあります。お知らせ何ですか？のお知らせ何ですか？この新曲、この街で、この街で恋をして、この曲を、この曲を武道館で、武道館で歌うことになりました。うわー、やばい、マジかに。じゃあ、だからこの曲、もうすごく盛り上がる曲じゃないですか。そうですよ。だから特別な振り付けがあるんですよ。振り付け、うん、だから武道館で僕たちとみんなで一緒に盛り上がれるために、今日このダンスを皆さんに少しだけ見せてあげましょう。わー、そしてこれだけじゃなくて、この曲はキズダンサーがいます。うわー、超かわいい、マジ神、僕よりかわいい、どうしよう。じゃあとりあえず皆さん、ちょっと見てみましょうか。それでは VTR スタート。
ですよね。すごいですね。これもやばいですね。はい。いやー、キーズダンサーの皆さんがもう、はい、すごいですね。すごいですよ。超かわいい。かわいい。どうしよう。いやー、なぜこの曲を、はい、キーズダンサーと一緒にやることができたというと、はい、あ、僕たちが日本全国回りながら、歌うとき、うん、なんか僕たち子供のファンの皆さんの中で子供のファンも結構いるんですよ。あ、結構いますよ。いっぱいいるんじゃないですか。はい、いつも僕たちが歌いながら、うん、子供のファンの皆さんも笑顔で、笑顔で、逆に僕たちが本当に超元気をもらったり、元気もらったり、力になったり、はい、だからいつかその機会があれば、うん、可愛い子供の傷、うん、一緒に一緒に、うん、なんかいつか歌いたいなと思ったんで、はい、今回はね、それを武道館で、はい、一緒にやることができました。はい、じゃあもう本当に楽しみですね。じゃあだから武道館のコンサートの時は僕たちコードブイとミラクルのみんなと、みんなとキーズダンサーのみんなと、みんなとみんなで一緒に、一緒にこの曲を、はい、タオル回しながら、回しながら、一緒に歌いながら、歌いながらやりましょう、やりましょう。だから皆さんちゃんと練習して、これ簡単だから練習して武道館見に来てくださいね。じゃあ楽しみにしてください。それでは以上、コード V でした。